この物語を知るスペイン人の 75% がハラハラし、 40% がスカッとした。あの物語、実際の映像とともにご覧いただこう。それはテレビ番組の制作会社に送られてきた1枚のファックスから始まった。マノロ先輩、こんなファックスが。そんなミススペインのコンテストに不正があるなど、にわかには信じがたいことであった。まさかこんな歴史的なミスコンで八百長だなんて、本当なら大スクープですよ。本当に八百長があったら誰かが言いそうですけど。だがこの女帝ま…でも先輩、彼女の立ち居振る舞いは31歳のド素人ですよ。先輩、言われた通り架空のアパレル会社を作ってきました。架空の会社？どういうことですか？これこそマリアに接触するための作戦だった。俺はマリアの事務所に連絡して、我が社が推薦する美しき候補者ヘマを優勝させてほしいと持ちかけるから。